はい、みなさんこんにちは。エネルギーナビゲーターの大畑は,はるみです。はい、今日はいよいよええー、星込みつるずるさの公式コミュニティですね。星込ジャパンドットコムのミラクルメンバーの第二期の募集の詳しいおあのー、お知らせをさせていただきます。受付はですね、今度の新月三月二十四日からの四日間になります。ですから、この動画、また、えー、近々になったらですね。 えー、皆さんにまたちょっと小さい動画で始まりますよみたいなお声かけはしますね、えー。でもここにもリンクもあるので、えー、リンクは今クリックしていただいていいただいても受付はまだ始まらないんですけど、えー、楽しみにしててください。えー、もう、えー、とウェイティングリストで、ま、待ってくれてる方はですねそちらに、えー、記入しておいていただければこちらから、えー あの受付の時間になったらですね、えー、正式な申し込みリンクを送りますねはい <coughs> じゃあ、えー、まず私のいつもクラスとかやってる時のリチュアル儀式なんですけど「アストロロジーは言語である」「もしこの言語が理解できたら空があなたに話しかけてくる」さあ皆さんえー、っと宇宙と共とにですねミラクルを一緒に共同創造していく生き方っていうの 知り,ません知りたいいと思いません、ね、あの私はですね、えー、やっぱりこのミラクルメンバーの皆さんに何をあー提供したいかというとですねやっぱり宇宙と自分が一緒になってですね人生の中にミラクルを作っていける方法があるんだよっていうのをお,あのお知らせしたいんですね。うんであのみんな自分らしく生きたいと思ってるじゃないですか私もそうずっと思ってたんですけど。 でもなかなか、えー、できないことがありますね。例えば私もそうだったんですけど若い時本当に自分が何をやりたいんだろう、ね、何が本当にやりたいことなんだろうって分からなかったりとかだから例えば羽生君みたいに羽生結弦さんですかあのもう小さい時から「あもう僕はスケート」っていうのがある人は羨ましかったですね。ねあとは えー、自分は何のために生まれてきたんだろうとか、まあ、若い時に悩むか、えー、年を取ってきてから一生懸命働いてきて、まあ、中年の気ぐらいになってからはたと私は何のために生きてるのって感じる時もあるかもしれませんね。でも必ずやっぱり私たちって、えー、と自分の生き方みたいなのをこうあの考えさせられるような時が必ずありますよね。で、えー、とまあ 大体ね、こういった時の、あのー、特に自分が何やりたいかわからない時って、あのー、多くはですねやっぱり、えー、となんか社会の中で、えー、これがロールモデルだよって言われたような生き方があって、えー、それにまあ、ね、あと親とか先生とか会社がとか、まあ、社会が要求している期待されている自分みたいなものを演じたりとかあ 社会が今要求してるのはこうだからこれがいいなってかっこいいなと思ってあんまり自分のことをきあの見つめないままそれにそれ,をそれにこう惹かれてやったりとかいうようなことをして、えー、ちょっと行き詰まっちゃうことがありますよね。でまあそういうこと必ずいつか誰、えー、でもですね、えー、そういうことに出会ってよくやるのは私もそうでしたけどやっぱり自分探しみたいなことをするために。 こう自分ととよく向き合う訓練をするとか、まあ、心理学を私の場合は学んでましたからそういうカウンセリングを勉強したり受けたり自己啓発セミナーとかいろんな本を読んだり、まあ、宗教的な修行をする方もいるでしょうし、まあ、意味を見いだすような講座みたいなのに出たりとかですね、うん、そういうふうに、まあ、基本的に言うと自分軸が何なんだろうってそういうことを生きていけるようなトレーニングをすることが多いと思います。でそれって あのすごくあの大事なことだとは思うんですけどそれをしてもまだやっぱりなんか自分がやりたいことがわからないとかもしくは、えー、と自分はやりたいことはだんだん分かってきたんだけれどもでもなんかうまくそ,のそれを具現化できないとかっていうふうにね、えーえー、行き止まってしまうことがよくあるんですね。 うん、それで私がずっと、えー、星を見つれずれうさで4年間 NG ナビでお伝えしてきた、えー、ご提案があるんですよね。それは、えー、ともっとですね、えー、もっと本当に宇宙と一緒になって生き始めるとあのいろんなことが「あら!」っていうように自分一人で一生懸命頑張ってもっと自分らしく生きようとかいろんなことをやっ,たのやってもうまくいかなかったことが だん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 こう導かれてですね生きていけるように私なってきたんですねそれでやっぱりアストロージーってすごいなと思うようになったんですよで、えー、皆さんにご提案してるのはねいつも言ってますけどまあ、天気予報のない生活を考えたことがありますかっていうことですねあのー、まあ例えば明日どんな天気なんだろうとかうんそれがわからなかったら明日どんな洋服着たらいいかとか傘を持ってったらいいかどとかもわからない え、今どんな季節か？今度はどんな季節が来るのか？っていうことも知らなかったらえー、私たちはえっ、ー、と。ただ、その時その時で暑くなってきたら暑いの来てとかになりますよね。あとえー、いつ頃こう？雨が降っていつ頃嵐がやってきて、いつ頃こう雪になるのかとか、そういうことが全然わからなかったら、またこれから旅行に行くところの気温がどんな気温とかえー、どんな気候なんだろう？って知らなかったら計画も立てられないですよね。だから。 えとまあちょっと考えただけでやっぱり天気予報がない生活っていったらすごくカオスというかその時の運に任せて、えー、とにかく行き当たりばったりの,あの、えー、不安だったらいろんなものを持ち歩いていくかとかですねそういうふうにするしかないですよね。<laughs> ところが実際は宇宙レベルではこの 星のエネルギーですよね星のサイクルのこう宇宙の星の予報ですね天気予報みたいなものを知らないとですねまああの今言ったようなことと同じ生活をしてるんですよね。でなかなかその大きなタイミングっていうのが見えないんですよね。でえー、っと私はですねそ,そのことを皆さんにお伝えしたかったんです。でやっぱり 今象徴的じゃないですかこの4年間私エネジーナビを無料でずっと去年まで配信してましたけどそれでもう4年前から言ってましたね2020年は本当に大きく変わる年ですよってね。で今まさかねこんなあの新型肺炎のコロナウイルスみたいなのが出てくると私も 何が起こるかまでは分からなかったんですけど何か大きなイベントが起こって世の中がの大きな仕組みですよね社会の在り方政治経済えいろんな仕組みがですね、えー、あの大きく変容していく時だというのは私が大きな星のサイクルをいろいろ調べてですねすごい時が来てるんですね。でスピリチュアルリーダーの人も今年はアセンションだなんだかん、ね、だいろんな言葉で。 えー、今年は大変あの大きく変わる年ですよって言ってる人が多かったでしょね。だからえっ、ー、とちゃんとですねこういう、えー、本当に大きな変容が起こってくるときは前今まであったものを一回全部潰さないと変容できないんですね。うんちょっと改革して少しずつ良くなっていくっていうエネルギーじゃないんですね今のエネルギー。だからまあこういうことは以前から予測できてるし私がずっとみんなそれに備えて外側に の基準今まで頼ってたこう安定した生活みたいなものに、えー、を優先して自分らしく生きるっていうことをしないまんま生きてるとあの世の中は宇宙は私たちが一人一人もう一度原点に戻って自分らしさを大切にして生きていきなさいよっていうふうに促すようなエネルギーが来てるから今まで通り今までのような外側の基準にしがみついてると。 苦しししくなっっっちゃううよてていうこととをずっとお伝えしてきたでしょね、うん、だから今ちょっと本当に大変な時なんですけどだからこそね私ここのところでずっとあのスペシャルエネルギーナビとかあのたくさんの情報を YouTube でもあの出してるんですね。でやっぱりそこをずっとやっぱり皆さんに伝えたかったんで「えー、ミラクル会員制」を作って今あの会員さんにはね、えー、YouTube で 出した時以上のですね、えーとえー、詳ししいい内容を解説していますでも会員さんの中にはまだあんまりアストロージのことわからないっていう方は私が100%言ってることわからないかもしれないんですけどでもあそういう今エネルギーなんだなってことは分かってくださってると思うんですよね。うん、で同じようにですね今年はこの乙女座の満月のスペシャルエネルギーナビもそれから今度のこの新月。 だから本当にエネルギーまた変わってきてまた後半もすごくてとにかくすごい荒波が来ててるるののはもう今の状況見てわかるでしょだけどその外側もそう大きく変わってるけど私たちもそれに踊らされて不安に生きるんじゃなくてこれはいいチャンスなんだっていうことをよく理解してですね自分の原点はどこなんだろうっていうのをよく見つめてくださいね見つめていきましょうねっていうことをずっと発信してきてるし。 それを私それが私の一番伝えたいメッセージなんですねで今ねこういうことが2020年は起こってくるだろうということはみんなに伝えたったんですけど、えー、同じようにですね、えー、これは2021年20年の終わりから21年になってくるともっとずっと明るい未来がやってくるんですよ私たちが今取り組まなきゃいけないことを一生懸命一人一人が取り組んだら必ず 地球がもっと良くなっていくためにもっと一人一人が本当に今までのバランスが崩れてたのを取り戻すのよう、ね、な今エネルギー来てますからそれをあのそれもわかるんですね。だから、えー、ポイントはねあのこの外側の天気予報宇宙の星のエネルギー星気予報をちゃんと知ってるってことはすごく大事なんですよ。 でやっぱりこの4年間ずっと私に付き合ってくださった方最近星を見つれずれ草に出会った方い,らしいろいろいらっしゃると思うんですけどやっぱりこのスペシャルエネジーナビはねすごい回数皆さん見てくださってるしねああのあのやっぱり今までアストロージーとかいわゆる先生術ですよねあの私は先生術という言葉あまり使いたくなくて先生学というふうに伝えたいんですね。私がお伝えしているのは いわゆる「今日がラッキー」だとか「えー、と明日あさっては何々さん星座がラッキー」とかそういう、えー、いわゆる星占いのようなことではなくてもっと大きなですね宇宙のエネルギーの正規予報をダイナミックにですね読むアストロージーを皆さんにご紹介してるんですね。それが魂の進化のレベルをまで読んでいく「進化線制学」という えー、英語で言うとこれがエボルショナルアストロージーって言うんですけれどもそれの第一人者であるマウリッセ・フェルナンデス先生という先生のナ弟子としてですね先生はこの進化先生学をですねもう一歩進めてアストロージー of of ・オブ・エボルーション・オブ・コンシャスネス意識の進化のアストロージーとしてですね私たち弟子に教えてくれてるんですね。で本当にあのダイナミックなアストロロジーで、えー、日本の、えー、皆さんは こ,こういったダイナミックなアストロージーを学ぶチャンスがあまりないんだとないと思います。なぜかというとまだそう,こうそれを学んでる方が少ないし何よりも、えー、し資料がないんですね。文献が一冊ぐらい今翻訳が出てますけどもあのそれあのなんて言うんですかねあの本当に体系だった、えー、体型だってですねこれを学ぶということができないんだと思うんです。でそれを私が今 えー、教えてるんですけれどもでこの「ミラクルカイン」っていうのは <laughs> あのこの「ミラクルを作っていく」っていうのはね共同創造していくのには2つポイントがあります。でアストロージーを学ぶと何が分かるかっていうとまずそのそういう魂の進化あのアストロージーは自分の皆さんが生まれた瞬間の星の位置をですね地球から見た太陽系の星の配置 をですねパシャッと写真撮ったようなものを使うんですねでそこそこにですね、えー、いろんな、えー、魂の進化をしてきたどういう経験をしてまああのやってきて生まれ変わってきた魂かね、えー、私たちは魂があるとして読むので魂は何度も生まれ変わって肉体は死んでも生まれ変わるという、えー 生ままれ変わりというのを前提にして読みますから日本の皆さんはそ,そういう感覚は割と、えー、馴染んでらっしゃると思うんですけれどもで,ですからあのこの新幹線生学で皆さんの生まれた時のネイタルチャートというホロスコープを読むとですねあの、えー、とその魂が過去世でどんなような経験をしてきてですね、えー、どんなようなことを学んでこれからどんなようなところを学ぼうとしているのかという意図まで見えるんです。 ですからそ、その意図があるがためにそういうエネルギーを持って生まれてきているというふうに呼んでいくんですね。だからそこがですね今の日本の、えー、アストロージーは、えー、西洋先生術をやってる方の大変はですね、あのパーソナリティの先生術、あの心理先生学なんですね。ですからご自分のエネルギーがこういうエネルギーで、こういうパーソナリティ持ってるねっていうのはわかるんですね。でも どうしてそういうエネルギーを持ってるかということまでは説明できないんですよね。で私はあのそのこの進化先生学の「コンシャス・デス・アストロージー」のすごいところはですねどうしてそういうエネルギーを持ってるんだとエネルギーはいいも悪いもなんですよね。その自分のもっと持っている生まれているエネルギーはですね魂が何かを学ぼうとして何かを進化しようとして生まれてきてるんです。そのの意図のもとにこういういエネルギーで生まれてきてきる そこをまずは受け取るしかないんですよねでそこをねあの気づいてくるとあのそのエネルギーをどう使うかというのはまたエネルギーですからエネルギーは周波数ですからそれを低い波動のエネルギーで使うか高い波動のエネルギーで使うかで、えー、同じチャートでもですね、えー、と全く違った出方がすするんですそういう深い読みをするのがコンシャスネス・アストロージーです。 でそれはですね、えー、あの NG 鍋では教えることができませんから、お一人お一人がちゃんとそれを学ばれるようにですね、えっ、ー、と私はコンシャスネスアストロロジーのクラスを、えー、別にオファーもしています、えー。有料のウェブナーもやっています。うん、それから、えーと、一生に一度のリーディングというですね個人鑑定で皆さんの魂の声の通訳もさせていただいています。はい でもまあ今の一生に一緒の鑑定はですね本当にごめんなさい、もうずーっとまあの待っていただいている状態でまあ、少しずつ読んでるんですけれどもあの時間がかかりますので、えー、ウェイティングリストで今はいっぱいなんですけれども、えー、それから今またお申し込みいただいている方にお返事もできてない状態でごめんなさいでも、えー、必ずお返事は差し上げますのでちょっとお待ちくださいね。はいそういう状態なのでやっぱり一人でも多くのアストロジャーを私は養成したいというのが一番の大きな目的です。 今星を見つめるデーさんをやってるのはねでこのそれそれがまず一つですです事からがすごく大事ですそれを知った上で今の宇宙の星から来るエネルギーを知ることで実はですね自分のエネルギーと宇宙のエネルギーをうまくシンクロさせてですね宇宙の導きに従いながら共同創造をしていくことができるようになるんですねだから えー、本当にですね、ミラクルって言われるようなことはですね、こうやって宇宙の大きな星の流れを知ってです、ね、星のエネルギーの導きに自分の自我と魂のエネルギーを沿わせてアライメントって言うんですけどそうやって生きていくとですね、本当に一人自分の我だけでこうやろうこうやろうってやってたことではできなかったようなことが起こってくるんですね。 本当にとと思うようよなことが起こ起ってるんですね。今私が4年前に失業してこの YouTube を始めて今こういう皆さんにですねこんなことをオファーできるようになったのもミラクルなんですよねだから、えー、本当に、えー、っと宇宙と共同創造していくことがとても大事そのために2つ今言いましたねまずは自分のネイタルチャートと言われてるホロスコープの中にある自分の魂の「 意図を知ってですね自分のエネルギーをよく理解することこれは私のコンシャセンスアストロージーなどを学んでですね、えー、勉強していってほしいんですねでもそれと同時にですねそれにはちょっと時間がかかってきますからあとは今言った宇宙の大きな天気予報のような正規予報を知っておくってことがすごく大事ですで私はそれをずっとですね無料で、えー、youtube で配信してきたんですけれども えー、ここまで来てですねようやく受講生の人もたくさんかなりの数になってきて、えー、正式に本当にあのもっと勉強ですねあの な授業を受けただだけけではまま読めるようになりませんから受けた上でですねやっぱり読む練習をしていくようなあの勉強するシステムを作ってあげなきゃいけないので作ってあげたいと思ってて去年、まあ、自主勉強会で立ち上がったりしたので、えー、それをちゃんとするために、えー、ちゃんとですね組織を作って仕組みを作らないと私一人で何もかもやっていたのでもうこれ,これ以上はできなくなってきてというお話をしてますね。でですから、えー、新しいいフェーズととうことで、まず はこの無料で配信してきたエジーナビをですね、えー、有料にさせていただいて、えー、あの会員サイトからね見ていただくようにしようとしたのがこれです。であほんと今年から本当に大きな変容の時が来るのでその最初の一番大きな、えー、入り口になった去年の年末の10 2019年12月の26日のえー 金管2色ですねヤギ座のそこから、えー、このミラクルメンバーの育成を募集しましたちょうどその頃もコロナウイルスが出てたんですよねであの本当に導かれてたと思いますそれをこの会員制を作るためにですねえっ、ー、と何度も日本に帰ってあとはクリスタルボールとかも勉強するために帰ってですねであのちょっとほんと大変だったんですけれども頑張ってこ,このサイトを作ることができましたまあ今このあのこ 会員制のビジネスの仕組みを構築をしていくための講座を教えてくださった中村先生に教えていただいて今先生がこの第5期をね、えー、募集するので、えー、今無料のウェブあの講座をやってらっしゃいますから優しい会員制というのそれ皆さんご紹介してますえー、っとこの動画を配信する時は多分まだ16日ぐらいなんで一応下にリンクも貼っておきますけど、えー、これ33月の18日で終わっちゃいますから、えー、無料ですから。 あのやっぱりねコミュニティっていうのはこれから皆さんが何ができるかわからないけどこう水瓶座の世界になってくると本当にライクマインデッドでいつも英語で言ってますけどこう自分が本当に好きだなと思うことをやってる人とつながっていくことができるんですね。でこのミラクルメンバーっていうのはまさしくこの水瓶座の世代の時代にぴったりのですねこの,あの会,員会員制のシステムというのが出来上がりました。本当に感謝しています、うん で、えーと、ここでですねあの、えー、ミラクルメンバーになっていただくと今までの NG ナビを定期視聴できますし今まではただ一方的に私が、ね、あの配信フリーでしていたのでもうちょっとフォローアップで、えー、どうですか何かわからないことありますかとかっていうようなことがわからなかったしそれから私は今会員システムになったので会員,制のみな会員の皆さんには非常に定期的にですね E メールでメルマガをね 出すすことがでできるんですねそういうシステムがなかったらメルマガの配信システムを私は持ってなかったのでそれをしないともうメールで全部いちいち手作業でやってたら大変だったんですけどそういったことでやっぱり会員さんとのコミュニケーションもすごく密になってですねあの私も本当にねもう私の家族みたいな気持ちでいます。で、えー、とまあこの、えー月 2回ぐらいですね平均新月と満月のタイミングで動画視聴できますそれから年に4回特別な動画をプレゼントしていますこれも大変好評ですまだ1回しかしてないけどもうすぐしますからねあとは、えー、さっき言ったオンラインの私の講座ですねマウリ先生とのジョイントプログラムはちょっと別なんですけれども私がオファーしているコンシャス・アストロジーの初級入門コース初級コース中級コース それから有料のウェブナーなどはですね、全て5%なんですけど結構あのあのしっかりした講座はやっぱり単価も高くなってきますから5%っても結構大きいのでミラクルメンバーになっただけで、えー、とこの年会費なんか以上の割引になることも多いですから、えー、ぜひぜひですねよかったらお入りください。で、えー、入会方法はですね えのファンの方なら誰でも入会できます。えー、別にアストロージのことがよくくからなくても大丈夫ですあの私が解説しているのを全部分からろうとしないででも「あ星の動きがこんな風に影響してくるんだ」ぐらいでいいと思います。で、えー、ともうちょっと私の方もこう仕組みがしっかりしてきてるですね。今大体事務局の方も入ってくださったので、えー、少しそれが落ち着いたらですね、えー、と今度は、えー、とちょっと、えー、もうちょっと。 入門の本当に基本的な仕組みなんかを分かっていくような、えー、ちょっとお安いコースとかもしくはちょっとステップメールみたいな感じであのそうですねメルメールマガジンでちょ少しずつ何か分かることは教えてあげたりとかっていうことはしようと思ってます。ねで、えーと えっと、これ第1期じゃなないいんんでですすよごめんなさい第2期です、ね、第1期期ねの受付はもう終わっちゃったんですけど今度は第2期の受付になりますから第2期は3月24日から8日間です、えっと。いつも入会できるわけじゃないんですね。なぜかというとやっぱこちらの管理の、えー、管理上ですねいつもいつもあーいや入りたい時に入れるような仕組みにしてるとこちらの管理があのできないということで、えー、定期的な 募集にしてますこれはあのアメリカでもこういう、えー、と会員のメンバーサイトっていっぱいあるんですけど私もあのアメリカでもそういうアストロージーのいくつかメンバーのところにいろいろ入ってます私の先生がやってるオーパーっていうのの会員でもあるし他のインナーサークルとかいろいろあるんですけどであのみんなそうですねあのいつでも入れるわけではないですねあオーパーはいつでも入れるのかなで、えー、と会費はですねえ一、ー、月五5ドル55セントです。 ね、だから500円ちょっとですね、あのーまあ、55セントはペーパルの、えー、手数料なので私に入るのは5ドルぐらいですでこれをですね年間契約をしていただいた皆さんは、えー、2ヶ月分お安くなってなんと55ドル55セントで1年間この、えー、天気予報を正規予報をずっと続けてみることができますで会、えー、費はですねペーパルというところからクレジットカードで毎月引き落としになります あの私はこちらで暮らしているので全てドル建てなので申し訳ないんですが、えー、銀行振込はできませんで、えー、去年ですねあの一,期生一期の募集した時に「えー、私クレジットカード持ってないんですけど」とわあのご相談がありましていろいろ調べたらペーパルからですね銀行口座をま付けることができてお支払いすることもできることが分かりました。全ててのの銀行が扱っいるわけじゃななようなので ま誘、あ、長とかはできるようですけれども、あのもしあの中にはですね、自分が持っている銀行口座は PayPal と紐付けできなかったので、PayPal が紐付けできる銀行口座に、口座開いてからやりたいので待ってもらえますかっていうようなご相談を受けたことがあります。もちろん、そこまでしていただくなら私は待ちますのでえ、そういった特別なご事情がある方はですね、この8日間の間でダメだったじゃなくてですね、メールでご相談くださいね。はい、で、あの えとクレジットカードじゃなくて銀行のキャッシュカードみたいなデビットカードというのがありますよね。えー、それとそれも使えるんですけれどもこのデビットカードとあの銀行ひも付けの場合はサブスクリプション決済というですね定期購読決済ができないんですね。ですから年会の1回払いの受付をします。そして大会はいつでもできるようになっています。 これは会員システムなので皆さん、えー、月会,会員としてですね、毎月5ドル55セントで、えー、会費払いますという方はですね、えー、これはですね、ペーパルでクレジットカードで、えー、サブスクリプションですね、定期購読の、えーえー、と決済をしていただきますそうすると毎月毎月その時から1ヶ月経つとですね、5ドル50セ50セ55セントが自動的に引き落としになります。 皆さんがいつでも大会したくなったときはですねこちらの方に大会届がちゃんと会員サイトにありますのでそれをで申し込んでいただければ、えー、この引き落としもなくなるようにセットしますので、えーえー、いつでも大会できますそれから、えー、と年会員の場合はこれが1年経ったら自動的に更新になっていくものですで、えー、さっき言ったですねえっ、ー、とクレジットカードがお持ちでない場合のデビットカードか銀行の紐 付けでお支払っていただく場合は、この定期的なサブスクリプションのサブスク決済ができないんですね。ですから、こち年1回払いで55ドル55セントお払いください。えっと、これは毎月はちょっとできないのででここでですね。あの去年入ってくださった方はですね。ですから、今年の12月ぐらいになったら事務局の方からえ1年経ちましたけど、更新なさいますか？っていうような。 お知らせをしてですねまたもう一度振り込んでいただくっていうかあのペーパーを通してお支払いしていただくというような、えー、あの自動的じゃなくてですねこちらの事務作業がかかるんですねでこういったこともですねあのいつもオープンにしてるわけにはいかないんですね一期に期って分けてればそろそろ1期の方が1年になるなって言ってできるので、えー、そのことをご協力くださいはい。ということでですね えー、まあ、自分の魂の声を聞いてですね。これはコンシャスなストロージーを学んでいくとだんだんわかってきます。うん、それからまあエネルギーナ部を聞いて少しずつ面白いなと思って勉強していくとですね。少しずつ分かってきますから、そしてもうぜひぜひ勉強してください。そして、宇宙のエネルギーとシンクロをしながら、ワクワクで未来を共同創造していける。そのお手伝いを私はしているんですね。はい、ミラクルって本当にあの？ そういう視点でですね、人生を見るとですね、もういろんなことが当たり前じゃなくてミラクルだなって感じられるようになるんですね。本当にもうワクワクで生きています。確かに今はちょっと苦しいですけど外は。でも星のエネルギーわかっているので、もう今はこういう時なんだっていうことを私よくわかっています。ですから、えー、皆さん、私からのメッセージは今ちょっと大変だろうけれども、えー、今はすごくいいチャンスですから。であのぜひですね、 YouTube でも「ダイジェスト版のエネルギービ」を発信しますけれどもあのやっぱり本当にこれから濃いあのとても今年のエネルギーは激しいし難しいんですねでもそこを今から知っておいて生きるのと知らないで生きるのは全く違いますからで是非、えー、ですね一人でも多くの皆さんに、えー、星を見つれずズレグサのサービスが、えー お役に立てるといいなと思ってます。そして、オンライン講座の受講生の皆さんの、えー、専用の、えー、学びの間の会員サイトはですね、今度は下市に、えー、6月21日ですね、あカニ座のゼロ度ですごいまた金環理職があります。これも、ま、と,とてもパワフルな金環理職ですから、この時に、えー、メンバーサイトをあの作っていきますので、 ちょっともうちょっとお待ちください。それまではミラクルメンバーでお申し込みくださいね。で、お申し込みなんですけど、こちらからクリックしてください。えー、こちらをクリックしていただきますと,、えーえー、と、お申し込みのサイトに飛んでですね、今お,さお話ししたような、こういったことをあの選んでいただいて、えー、返信の、えー、とメールが届きますので、そこに、 えー、ペイパルの決済のボタンがついているのでリンクがあるのでそこからお支払いしてくださいねただこれはですね今、まあ、リンクをクリックしていただいても、えー、24日のですね新月にならないと、えー、新月確か6時頃だったかなそうじゃないとあのまだ、えー、受け付けてませんので、えー、焦らずにお待ちくださいまた直近になったらですね、えー、皆さんにはご連絡するし、えー、やっぱり忘れたら困るなっていう方はですね下の、えー、ウェイティングリストに つけときますからウェイティングリストに記入しておいて頂いければ、えー、ウェイティングリストに書いてくださった皆さんには直接このリンクをお渡しします。はい、でえっ、ー、ともうこの、えー、YouTube でもですねかなり長いスペシャル版みたいなこのおしつけ座の4度12分のですね新月のネジナビ提供してますけれども、えー、この新月のタイミングで 会員になってくださった皆さんはですね会員サイトに登録していただくとすぐにこの NG ナビのフルバージョンを見ることができますからどうかお楽しみにお使いください。はいじゃあですねあのちょっとあのミラクル会員の皆さんにアンケートを取ったんですねでもっと前からアンケート先生にも取りなさいって言われてて私もしたいと思ってたんだけどなかなかちょっとバタバタしててでえっ、ー、と昨日アンケートお願いしたのでまだえっ、ー、と 32件ぐらいしか書いてきてないんですけど今のとこですねえっ、ー、と満足しているとやや満足してるでですね100%でですねすごく嬉しいですでまぁ、あ、こういういろんなねたくさんメッセージいただいたんですけどちょっとごあのパッパッとご紹介できるところだけはちょっとしていますちょっと言いますね宇宙の動きとそれに伴う我々人類の深い意識進化についてわかりやすく解説してからしたした,した くださる場ですと、ねえー、また知りたかった自分について安心して深く学べる場所だと思うので、えー、とても満足してますとハイグレードで決めの細かい内容魂の深いところからの説明、えー、このご意見をね聞いたんですけどこの回答してくださったのを なんかあったらくださいと、うん、それから毎月2回のエ n ーナビは内容も濃くそのほかでもスペシャル動画プレゼント等もあるので大変満足しています。いつもベストなタイミングではるみさんがエ n ーナビを届けてくださりどんなエネルギーなのかどんな生き方をする時かなのかとても細かく解説してくださっているところがありがたいです1月に支払う金額以上に会員にとって今何が一番必要なのかを考えて発信してくださっているから満足と嬉しいありがとう <laughs> うん、えっ、ー、と,うんと内容も本格的で違う視点から世の中の流れが分かり今何をするといいのかが分かりますと、はい、毎回何度も見直すくらい詳しい解説と充実した内容だからとにかく先生の思いが伝わる動画になったより何度聞いても勉強になりますはるみさんの力強いエネルギー並みに安心と勇気をいただきました月々500円ほどの金額で星のエネルギーを毎回詳しく解説していただけるから星の読み方が分からない部分があるので理解できないところもあるため ややや満足、ね、やっぱりこういう方も絶対いらっしゃるだろうなと思っているので、えー、ただやっぱり、えー、勉強してる人は詳しいことを知りたいと思うのでそういう方もいるので詳しく説明してるんですね。だかからら、あのーえー、全部分からなくっても でもそういうエネルギーなんだなっていうのはお伝えしているのでまあ、そこのところで少しずつ勉強していってくださいね。それからこういうでも皆さんも少しわかるようにアストロロジーの基本みたいなことをちょっとずつですねまたメルマガとかでもわ、えー、かるようにしていきたいと思ってます。本当にみんなありがとうねー。回答てくれて。はい。それからえー、っと 特に興味のの深かったコンテンテツの内容を選びくださいといととうことでやっぱり NGW がすごく多いんですけど特典プレゼントもすごいい喜んでくださいましたね。それからその他のコンテンツっていうところでここねその他は選んだんだけどあの私にとっては全部なんですって言ってですね緑にしてくださった方と,、えー、とその他のところでもう今学んでる海王星の講座がすごいいいって喜んで書いてください。本当ね皆さんね海王星の講座はね今年一番大事な講座ですよ。 あのー、今海王星のエネルギーを知ることがこ今年の、あのー、この大変容の時にどうやって生きるかということの一番大きな鍵になります。でちょっと本当に難しいんですけれどもでも、あのー、すごく、あのー、難しいなりにいろんなこ形で出しているので、まあ、入門講座を受けていただければ、えー、海王星の講座ね 全てそれでホロスコープを読めるわけではないけれど自分のことにすごくよく気付けるようになるのでぜひぜひ、えー、皆さんもまだ受け付けてますからそして海陽性はですねこの,、えー、この会員制ができた時にスタートしてますからまだ3月いっぱいはですね、えー、ミラクル会員になっていただいたら10回払いを受け付けてますでえっ、ー、とミラクル会員サイトからは10回払いをまだ、えー、受け付けているようにしてないんですがえっ、ー、と ミラクル会員さんになってから申し込まれたらですね3月いっぱいだったら、えー、メッセージ欄に、えー、10回払いでお願いしますという、えー、メッセージをくださいそうすると,、えー、と10回払いで、えー、受けられるようにしますはいえっ、ー、とそれからですねえっ、ー、とミラクルメンバー様からの他のメッセージですねここに書ききれなかったところとか他のところでいただいたメッセージとかもここにちょっとまとめましたえっ、ー、と、えー、まあもう これはいいわっていう方は申し込んでくださってもいいんですけどやっぱりねみんながね、あのー、私に送ってくれるメッセージシェアしたいんですよねはいえっ、ー、といつも勇気もらってますはるみさんの NG ナビを知らなかったらこの不安の時期をどう乗り越えていくかわからなかったと思います本当に自分らしき生きるために頑張りますこれからも応援してますのでお体に気をつけながら頑張ってくださいありがとうね本当にねあのやっぱりあのミラクル会員サイトを作ってから こうやって会員さんの声がね届くのでねあの YouTube してた時もいつも視聴者の皆さんにこれはどうかなとかあと皆さんがコメントくれたりとかメールでメッセージくれたりとかねしてて本当それがね私のねあの勇気になったんですけど、うん、それ以上にですねやっぱり会員さんが今いてねこうやってあのメッセージくださるんで、ね、あので本当にね私はアメリカで一人で住んでるんですけど全然寂しくないんですね。もう もういつもねみんなのことを考えてますよあ今こういうエネルギーだからちょっと苦しい人いるだろうなと思ったらちょっと動画作ってあげようかなとかあ号外メール出そうかなとか今ちょっとまだあの新しい温度見でとかまだいろいろ勉強してる最中なのでえっ、ー、とまだちょっと時間に余裕がないんですけどでもあとこのほんと今年1年ね私も頑張ってベースをしっかり作ったらね2020年は4のベースの年でしょ。 でヌメロロジェも教えてあげたいしもうねみんなにシェアしてあげたいこといっぱいあるんでねぜひ一人でも多くの人が仲間になってくれると嬉しいなって思ってます。でえっ、ー、と次ねあのー、仕事のことでね 将来が不安になるような出来事が起こりましたがジーナビを聞いて今の星のエネルギーが分かっていたので気持ちを切り替えて新しいことにチャレンジできるチャンスなを与えられたんだと前向きに考えることができましたとうん本当これからもっともっとね今ほら経済もすごくあの停滞してくるから、えー、ちょっと大変な方もたくさん来ると思うんだけれどもあのずっとこれが続きませんから。 こ,ここを乗り越えていくみんなが一人一人がね不安になって、えー、なんていうのかな不安で生きたら今のこの大変容はあのもっともっと混沌になって大変なことになっちゃうだからもう絶対に導かれてるって信じてね,そ,こをねそしたら必ず導かれますからだからこれからも YouTube でもずっと発信していくけど本当にあの 今ねこの時に特にこの春分の時にアクションを起こすすすことすごい大事ですあの、えー、この間の「押、え、し、ー、つい座」の動画でも言いましたけどあの,あのダイジェスト版でもねであの、えー、ミラクル会員さんの,、えー、あのフルバージョンはこれね今の今度のこの「押しつい座」のスタートする日ねあの受付の。 あのやっぱここはですね去年のその12月の終わりから1月ごろにあったイベントがもっと拡大して起こる時なんですで本当にここでね行動を起こしていかなきゃいけないもう今までなんかもうただあのみんなのために祈って光でって癒されてって何にもしないじゃダメですよ。そうじゃなくてここでよし 自分の人生は自分が主人公で私が私らしく生き生き生きたら、まあ、外,外がどんな状況でも絶対に幸せになるんだっていうくらいの気持ちで何、えー、か新しいことに挑戦して動いてくださいだから、えー、まずはミラクル界になろうって決めて入るのもすごくいいと思うよ、うん、それからもっといいのはコンシャスネス・アストロージを学ぶっていうのはもっとす,すごいと思うあの時学んでよかったってきっと思ってもらえると思いますね うん、熱いです <laughs> 一人一人の魂に語り,語りかける情熱が素晴らしくて感動します。ご自身の道のりを見せて聞かせていただくこと、私は灯台の明かりを彷彿します。ハートフルオープンのはるみさんへの私のハートも応えているのが分かります。もう私も本当に受け取ってますよ、ね。心理セラピストの学びをしていましたが、その領域を超えて伝わってくるメッセージに敬意と感謝をしております。とはい、いつもありがとうございます。 私もね、あの昔はあの心理学を専攻してましたしあの心理学のカウンセリングみたいなことも NLP とかねあの日本にいた頃はそういったのを専門にしてました、えー、この間の動画でちょっと解説したかもしれないけれどもで、えー、それもとってもあの役に立ったし面白かったんですけどやっぱりですねそれだけでは限界を感じてたんですね。 それでアストロロジーを学び出したらもうアストロロジーがなんて奥の深いことでアストもう特に進化先生学になったらもうあの本当に素晴らしいですねだからあの私は心理学を否定してるわけじゃなくてこの進化先生学を学ぶとですねもっと心理セラピストみたいなこともですねヒーリングみたいなこともピンポイントでわかるようになるんですよだからあのアストロージーはあの 20世紀にあのただのそのみ未来のよ,よ予言をするだけではなくてあのそういう自分のパーソナリティを心理的なものとして読んでいくエネルギーを読んでいくということですごい発達したんですねだからそれのもっと深くなったのがこの「魂の進化の」の、えー「として読むアストロージー」なんですよね。うん、それを私は「ソウルセンターだアストロージー」って言ってるんですけど、まあ、そんなようなお話は、えー、最近あの この星読み連れずらさんに繋がられた皆さんは聞いてないと思うので昔あの動画で解説してるんですけどまたメルマガなどで、えー、少しずつそういう解説もしようと思ってますそれから私もですねやっとですね自分のオウンドメディアでこうこれからいろんな情報ですねやっぱり動画だけではなくて えー、何か書いた形でとかまとめでですね YouTube だとどこにあるか分かんなかったりするでしょそういうのをですね皆さんに構築してですね私の出してる情報をですね一箇所にまとめて見ていただけるようにする今、あのー、先生について勉強していますので、えーえー、楽しみにしておいてください。はい、えー、はるみさんと出会いをいただく少し前から自分自身の内面と向き合い自信のなさを回復するための童貞を目指し のの道魂を磨き直感に耳を傾けて歩んでいたところはるみさんと出会うことができ私の歩みにフィードバックをしていただけている気持ちをたくさん感じさせていただけて水を得た魚だと実感しています。クレジットカードを持っていない私に全員になれる道を導いてくださり感謝しています。これからもよろしくお願いします。うん、そうね、ね、K さんんが、ね、あの私クレジットカード持ってないなですけど、 あの「会員になりたいんです」っていうメッセージをくれたんで一緒にねあの,あの時から共同創造したもんねじゃあ何かできないかなと思ってペーパルいろいろ日本のペーパル調べたら銀行ひも付けできるって分かってそれであのこういう道ができたんですよねだから本当にミラクルか会員サイトができる前からあのみんなで本当に作ってるこのミラクル会員 サイトというのは私が皆さんによかあの情報を提供してるけど皆さんのフィードバックもらってみんなで作り合って本当に共同創造してるサイメンバーサイトですからこれからもね本当にこのコミュニティが広がってあのたくさんの方があのもっともっと自分のライフの中に宇宙のエネルギーと自分のエネルギー知ってあのミラクルを本当にそういう視点で見ると人生ってミラクルだらけなんですね。 えー、そういう生き方ができる応援をしたいと思っているのでお仲間になってくださいはい、それでは次いきますえっと、はるみさんいつも忙しい中魅力のメンバーサイトに盛りだくさんのメッセージありがとうございますといたしまして It's my pleasure、ねはい、はるみさんのエネルギーナビはオラクルカードリーディングを見てはるみさんの言葉を聞いていると普段自分が宇宙とつながって受け取るメッセージやふっと思うことなどと答え合わせができている感じでとても嬉しいです そううでしょうね。安心したり、新たに気づきを得たり、ミラクルメンバーになって良かったなと思ってます。はるみさんの気候体操もとても気持ちがいいです。はるみさんの歌が聴けたり、お庭の景色を見ながら、ミラクルカードリーディングもとても良かったです。またぜひお願いします。うん、もう嬉しくってね、ミラクルメンバーさんにね、私はね、あのアカペラで大玉でプレゼントしちゃったのよね。はい、えっはるみさん、いつも素敵なメッセージありがとうございます。はるみさんがおっしゃってる通り。 言葉を自分に与えめて内観するようになってから思い込みや思い癖を手放せるようになりました。星の動きで気持ちが揺さぶられたりすることや結果が思うようにいかない良い意味での諦め、宇宙からの最善の出来事があると知りましたとそうですね。あの星が導いてくれてるよって言ってますもんね。そして自分の経験がすべてつながっていく面白さを感じています。いいですね。そうなんですよ。あのいろんな経験がバラバラになってて意味がわからなかったのが ね、点がねパッとつながってくるんですよね高い視点で見れるようになるとねものすごい楽しいですねやりたいことが増えてしまいそうで怖いくらいですがせっかく地球に生まれてきたのだから体験していきます興味を持つととことんハマってしまうので星読みは奥が深い分今の忙しい時間の中で取り組むには躊躇してしまいますが必ず学ぶ道なのではるみさんから学びたいと思ってます。ささん、んんもう学学ぶだだったら今でですよ。ぜひ学んでください。ね えっと忙しいかもしれないけど入門コースはあのとにかくあのビデオなのでビデオはあの自分の携帯にえっとダウンロードしてですね w i f i なしであの見れるようになるんですねでそのやり方も、えー、知りたいという方のためにちゃんと動画で作って皆さんには配信してますからそれでやってみてくださいそうするとですね通勤とか車に乗っている時とかもうと,とにかく私の声をいつも聞いてください。 そうすすするとだだだだん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 物語のようにですね分かってきます私ももう、うん、あの寝ても起きてもお風呂入ってもご飯作る時も丸い先生の授業をずっと聞いてですねで私の場合はそれを全部ノートに取ってですねそれを皆さんに、えー、あのちゃんと大事なことを漏らさないようにですね、えー、今度は、えー、私なりに資料を作り変えてですね先生の授業はねほとんど資料ないんですよ。もうずっっと喋 あの特に入門コースはずっと喋ってるうんで、あの。それではたちがノートを取ったんですけど、うん、あの私は皆さんにかなりたくさんの資料を差し上げてますね、えー。勉強してくださいね。はいえー、次行きます。はるみさん、いつもありがとうございますえー、最近の私は乗り越えたつもりでいて、実はまだまだで癒すべきものが、自分の内側にたくさんあることに嫌がおでも気づかされることが多い日々です。 私も1966年生まれの典型的な乙女座の世代ねこの間の乙女座のスペシャルバージョン満足で満,足満月の時のスペシャルバージョンで言いましたよねこの世代は冥王星と天皇星という変容と革命の星が一緒になってるんで乙女座ででその反対側に今後、まあ、座のね海王星が来てるので、えー、かなり、えー、激しい、えー、変容の 動きが来てるはずですだから苦しい方多いと思うんですけどあでもそれも大きな導きだよってお伝えしてますね。おまけに12ハウスと大技にたくさんの星や太陽があってもう本当にもうようにいかないの連続です。先日先生の動画を見ていて溜まっていたものは吹き出しどうどうでしたそうか、ねうん。でも分かってくるとね必ずその涙は自分をこう成長させてくれる涙ですからね。感激の涙だよねねそそれは、ね、そして がで何とかしようとしてもどうにもならないという先生の言葉に改めてハッと気づかされました。何度となく聞いていたのに踏み落ちていませんでした。ね、海洋性の授業を聞いてやっと勝ったと、ね、私の執着が身動きを取りなくさせていました。これから春分に向けて、しっかり自分と向き合い、 握りしめていたものは何なのかを見つけ優しく手放してもっと身軽になっていきたいと思っています。この強烈なエネルギーの中そしてお忙しい中いつもいつもみんなのことを気にかけ合い送信してくださって本当にありがとうございます。R さんありがとう。でもねこれみんながそうやってね私はみんなのお手伝いしてるだけなんだから一人一人の魂の声聞いて自分の人生生きるのはみんなですからね。でこういうねあの サポートができる仕事ができる私は本当に幸せなのねこれが私のやりたかったことなんだってすっごく思うんでもうね本当私がこういうのこういう言い方できるよって言っても誰も受け取ってくれなかったらミラクル会,会メンバーなんて会,会員なんてできなかったわけじゃないだから本当にねやっぱりすごいミラクルなんですよみんなとつながってるのは。ね。はい。 天体の動きはこんなにも人と関連してる、いわゆる人は宇宙だということを今改めて実感してます。ねえありがとう、ハレミさんが伝えてくださる自分を信じてワクワク待って、もう思っての言葉に勇気づけられ、今日も日々の出来事に学んでいます。はいあのこれから本当ちょっと今年は厳しいけど、でも足元しっかり見つめてグラウンディングして、呼吸法とかこれからもみんな応援していくからね、私ができることは何でもするからできる限り、えー、一緒に作っていきましょう。 はいるみさんいつも本当に心温まるメッセージ動画ありがとうございます今大変な時期だからと会員でない方々のためにも特別に同じものを教育して共有してくださったりという気持ちもとても嬉しいものですみんなのことを思ってくれて本当にありがとうございます私は長い間体調不良で仕事もできずにギリギリの生活なのでミラクル会員がやっとでだからまだね講座取れないんだけどでも毎回の動画の 動画でおかげさまで助かってます。この時期を元気になって乗り越えたいと思ってますし、自分らしく生きていきたいと思っています。はるみさんもどうぞお体にお気をつけください。とね、また楽しみにしてます。けさんありがとね。うん。あの、本当と、えー、あのみんなで必ず私たちが一人一人覚悟を決めて、一人一人毎日の生活の中で、ちっちゃな言葉を当たり前にしないで、えー、あの、生きていくと、 ミラクルの連続だってわかるかるらそして本当に2021年になった時は本当にあこんなに自分らしく生きられるって自分になれるからそれを今年いっぱいみんなで一緒に乗り越えていく仲間を募ってますみんな仲間になってねはい、えー、はるみさんいつもえー、っとあ次ねもう一人もう一人紹介しちゃういつも元気をいただいてますありがとうございます 今この時期、時流をよく理解できることができて、おかげで迷いがなく過ごせています。また大きな歴史もアストロージから説明することができることを知って感動しています。去年末から YouTube で拝見させていただいてましたが、ちょうど木星伊手崎に自分のアセンダントが伊手だったことを知り、それも何かのタイミングだったのではと思っています。これからも楽しみにネジナビを拝見させていただきたいと思います。 そう仙旦とか池田ってことは私と似てればよね。私はさそり座の終わりだけど、1ハウスをほとんどいて田なんで、たぶんさそり座じゃない、えっと、八木座のところが2ハウスかな。だから2ハウスがまあ,あの、何度かにもよりますけど、私と同じように、やっぱり自分の価値とか自己価値とか、そんなようなところ大きな変容が起こってんのかもしれないですね。うん、こういうハウスとか、えー、サインとか、えー、そういうのも、えー、これからね、少し基本的なことはね、 最低の基本みたいなことはメルマガとかなんか動画を作ってみんなに配信しようと思ってますから、えー、まだよくちょっとまだわからないっていう人も、えー、頑張って聞き続けてくださいね。はい。じゃあもう一回書いちゃいます。ね自分の魂の声を聞いて宇宙のエネルギーとシンクロしながらワクワクで未来を共同創造していきましょうね。はい。お申し込みはこちらからですよ。ねで、えっ、ー、と、この下にですね、えっ、ー、と、この、 振込のやり方ね、ペーパーのやり方書いてありますけど、これはですね、えー、と申し込み用紙に、えー、このやり方を書いた PDF をリンクでクリックしてもらうと見え,見えたりとかですね、これを動画にしてですね、ここに、ここにね、動画の、ここもある、これはね、一般公開してない動画なんですけど、クリックしていただくと見れます。ここでですね、えー、と具体的にどうやってやるかっていうのまで私、作ってあげたんですよ。結構ね、あの、 苦手なんでっていう方もね、一生懸命会員ができるようにとかペイパルなんかやったことないのにとかやってくださるんでねだからあの一人でもみんながあのあのそういうことでできないくならないように、えー、と頑張ってるので,でなんか、えー、とメールでね今回のミラクル会員さんの,あのウェイティングリストで去年何度やってもペ p パルがうまくいかなくてできなかったので今回は是非やりたいと思いますっていうメッセージが てましたのでそういう方はですね遠慮しないでですね、えー、星し込みャパンドットコムのです、ね、事務局 CS カスタマーサービスですね CS あっと干し込み .com にねメールをくださいね、えー、と私か、えー、と事務局の洋子さん今野がですね、えー、と対応しますからあのよくできないんですっていう時はあの相談してください私にとってはですねやっぱり一人でも多くの皆さんが えーとえー、このメンバーになっていただいてそして自分のライフの中にミラクルを宇宙と一緒に共同想像できるお手伝いをさせてもらいたいのでなってくれると嬉しいです。はいじゃあこんな長い動画にするつもりなかったんだけど、えー、とみんなからもらったメッセージをシェアしたらこんな長くなっちゃったけどあのぜひ、えー、と待ってますからね。 今すぐじゃないけどごめんね。でもまた、えっ、ー、と、近々、近くになったら、お知らせの、えー、メッセージを YouTube でも配信しますし、えっ、ー、と、ミラクルメンバーのウェイティングリストに申し込んでくれてる皆さんには、えー、このリンクをすぐ差し上げますから、えー、楽しみに待っててください。はい。それでは、皆さんの、一人でも多くの皆さんの、えー、がお仲間になってくれることを楽しみにして、今日は終わりにします。あのー、本当にちょっと大変な時だけど、 みんなでつながってですね、えー、みんなで幸せになっていきましょうこれはあの本当にもっともっと私たち一人一人が幸せになっていくための道のりですだから、うん、不安に絶対ならないで希望に希望というかね宇宙と宇宙の真実に自分の自我を沿わせていったら必ず導かれますねそのことだけは本当に何度も繰り返して伝えますよじゃあね hi thank you so much and so much love